沸騰水型原子炉の仕組み沸騰水型原子炉は核燃料を用いた原子炉のうち純度の高い水が減速剤と一時冷却剤を兼ねる軽水炉の一種である各分裂反応によって生じた熱エネルギーで軽水を沸騰させ高温高圧の蒸気として取り出す原子炉であり発電炉として広く用いられている炉心で取り出された気水混合流の蒸気は 水分離機蒸気乾燥機をを経てタービン発電電に送られ電力を生ずる原子炉としては単純な構造であるが、炉心で核燃料に接触した水の蒸気を直接タービンに導くことから、タービンや複水器、蒸気配管などが放射能を汚染され、太陽年数終了時に発生する放射性廃棄物が加圧水型原子炉より多くなり廃炉コストがかさむ。 可能性が高い。また、その汚染のため作業員の被曝量が、加圧水型原子炉よりも多い。発電に利用された蒸気は放射性を帯びているため、蒸気を回収し再循環させるだけでなく、タービン建屋など、これに関わる全ての系を剣道に遮蔽することで、放射能が外部に漏れることを防いでいる。主に蒸気によるシールで遮蔽しているが、その蒸気は重油を燃焼させたり、 電気を利用して発生させている。外部からの各分裂反応の制御は主に制御棒の操作や冷却剤流量の増減で行われ、冷却剤喪失事故時には非常用炉心、冷却装置を動作させる。日本における商用炉では、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、中国電力各社の全原子力発電所、 日本原子力発電の東海第二発電所、及び同社の敦賀発電所の1号機で、沸騰水型を採用している。戦後の技術導入の経緯から、東京電力は沸騰水型原子炉、関西電力は加圧水型原子炉、それぞれ原子力発電所の基本設計として採用し、現在に至る。BWR において、何らかの原因で、各分裂反応が増大すると、 それに伴って発生する熱エネルギーも増大する。BWR の冷却剤は原子炉内で沸騰しているので増大する熱エネルギーに比例して冷却剤中の蒸気の泡の量も増えていく。これは結果として冷却剤の密度を低下させるが、軽水色の冷却剤は減速剤でもあるため、冷却剤の密度が減ると減速される中性子が少なくなり、 そのため、核分裂反応が減少していく。逆に、核分裂反応が減少すると、熱エネルギーが減って、蒸気法が減り、減速される、中性子量が増えていくため、核分裂反応が増えていく。このような現象は、負の反応度係数によるフィードバックといい、PWR 固有の自己制御性であり、核分裂反応の極端な増減を自ら、抑えている。 BWR では、この自己制御性を利用して、原子炉出力の短期的な制御を行っている。すなわち、原子炉出力を上げたいときは冷却剤、再循環ポンプの出力を上げる。すると、原子炉内を循環する冷却剤の流量が増え、運び出される熱量が多くなる結果として、蒸気砲の量が少なくなり、原子炉出力が上昇する。逆に、 原子炉出力を下げたいときは、最循環ポンプの出力を下げると蒸気砲が多くなって原子炉出力が低下する。ちなみに、負荷が増えると原子炉の温度が下がり、泡が減るため核分裂が増加するので、負荷追従運転が可能であるが、日本国内では行われていない。なお、主蒸気隔離弁が誤閉鎖し、主蒸気の流れが遮断され、 原子炉圧力が急上昇した場合等には、蒸気の流出が減るため、原子炉圧力が上昇し、ボイドが潰れて、性の反応度が添加され中性小束が上昇することがある。しかし、実際の原子炉は、性の反応度係数によるフィードバックの影響を抑制し、最大出力時に、主蒸気隔離弁を、急と刺しても暴走しないよう設計されている。具体的には、 主乗機隔離弁が10%位置まで閉鎖されると原子炉保護系が原子炉の自動停止信号を発し原子炉がスクラム停止するようになっている。また、主乗機関のヘッダーにこの急な圧力上昇を防ぐためのガシ安全弁が数多く取り付けられている。日本は大型化を目指すため BWR を改良して改良型沸騰水型軽水路を製作した。アメリカ。 ドイツは単純化を目指すため BWR を改良して、単純型沸騰軽水冷却水路を設計した。参考文献、放射線と放射能198ページ。参考文献、わかりやすい放射線物理学149ページ。AB やターミカー運転時の異常な過渡変化に2011年3月28日閲覧。日韓工業新聞社、原子炉の暴走。 SL-1 からチルノブイリまで、ISBN4 から526038458、風売車、台湾への原発輸出 ISBN978 から48億3315万4017、稼働中原発6機順次廃炉の方針、毎日新聞2011年5月24日、長官13番8面。ありがとうございます。